朝日新航空、極新航空は、新潟県新潟市東区に、かつて本社を置いていた、日本の航空会社。1968年3月15日、国内産業航空株式会社、国内産業航空として創業。1971年、朝日新航空株式会社に称号を解消。略称は、コック、コールサインは、 極神エアー、新潟空港と佐渡空港との間を結ぶ、チャータービニや航空写真撮影用のフライトなどを主たる事業としていた。1994年、佐渡群馬野町、県佐渡市に本社を置き味噌をはじめとする、食品製造などを手掛ける株式会社マルゴが経営権を獲得した。味噌製造会社がコミューター航空事業に乗り出したのは、 当時、新潟佐渡間の航空路を運営していた新中央航空が利用客数伸び悩みなどのため道路線から撤退し、地元の名士であった社長の高野光一郎は2004年から2012年まで佐渡市長を務めた丸御社のオーナー高野家に事態の収集が求められたことによる。1996年4月から新潟佐渡路線の運行を開始した。当時佐渡郡新井村。 原佐渡市で保護飼育されていた時にちなんで、就航期であるブリテンのオマンアイランダー、BN-2B-22 は、時のイストが塗装され、愛称も、時、夢ラインと命名された。春から秋は1日4往復、冬季は3往復を運行していた。しかし、新潟港と両津港の間には、佐渡汽船がカーフェリーとジェットフォイルによって運行する航路があり、佐渡船は、 この佐渡汽船の両津航路との競合を余儀なくされた。過去に佐渡船に就航していた各社が撤退したのも、この海上航路との競合が最大の要因である。こうしたことから、佐渡船は就航以来毎年度損失を計上し続けていたが、県と佐渡ヶ島内の自治体は、朝日新航空の応援に回り、巨額の赤字額を補填しながら運航の維持を図った。これは、 佐渡島の周囲に広がる日本海が特に陶器に猛烈な湿気が発生することで有名な海であり、悪天候で両津航路の運行が困難になる事態になっても、本土と佐渡島を結ぶ交通路を確保し、佐渡島内の医療体制や郵便物、宅配物の配送体制を維持するために行われた措置であった。実際に好天で両津航路が欠航した際には一日最大八。 往復まで増便する措置を取ったケースもあった。だが、利用客数は減少を続け、2002年度以降は年間1万人前後にまで落ち込んだ。そのため、累積赤字も膨らみ続け、それとともに行政側からの運行補助額も増額し続けた。運行開始の1996年度から2005年度は、県と佐渡島内の各市町村、2004年、 当内全市町村が新設合併時佐渡市となるから合計約四千七百から5五百万円を二千六年度以降は赤字額の九割を上限とし、県と市から合計約六千四百万円が補助された。一方で、運行業務に携わる人員も、経営難などのため新規人員の確保がされないまま、高齢化が進み、パイロット二名のうち一名が二千八年度中に、 定年となり、さらに整備士も体力上の理由から退職を申し出るなどし、運行維持が困難な状況に陥った。このため、当時の羽吹昇社長は、経営実態から、航路の存続は難しいとして、同年2月、県と佐渡市に9月末の空路撤退を申し出た。4月のダイヤ改正からはそれまでの2期体制から1期体制として、減便。 9月30日のフライトをもって運行を終了し、朝日新航空もその歴史に幕を下ろした。同空路の休止後、沖縄県に本社を置いていたエアードルフィンが路線再開に名乗りを上げ、2009年度中を目途に運行を再開する予定であった。ところが、同社の親会社であるサイバーファームが2009年1月に自己破産を申請し、後にエアードルフィンも 同年11月に自己破産を申請、事実上経営破綻したことで計画は事実上撤回された。県内では佐渡空港と羽田空港を結ぶ空路開設の可能性を探るため、新規に県と佐渡市の出資による航空会社を設立する構想を打ち出し、その一環としてこの会社が新潟空港間の空路も運航する案がのぼしたものの結局これらも具体化には至らず、 空路再開は一時流動的なものとなった。その後、鹿児島県に本社を置く新日本航空が運航に名乗りを上げ、2011年7月の運航再開を目指し、計画が進められた。しかし、同社は本格的な旅客業務を行うのが初めてであり、当初は2010年4月中の運航開始を予定していたものの、同社が 国土交通省に提出した運行計画に関して運行要員の増員、当初予定のパイロット2名を3名に増員、使用機体の見直し、当初定の6人乗りを10人乗りに変更などの見直しを求められたことから運行開始の目途が立たなくなった。当時同社は10人乗りの機体を保有していなかったことなどから事態は一時流動的となり、 2010年度中の運行再開には至らなかった。新日本航空は、その後運行計画を再検討した結果、佐渡船の運行を2011年7月に開始する、旨を同年1月19日に発表した。9人乗りの機体を使用して1日3から4、往復運行し、朝日新航空の際と同様に県と佐渡市が赤字額の9割、 合計約6400万円を上限に補填することとし、佐渡船の運航は新日本航空に引き継がれること、とった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。